おかしら、魔物たちが暴れてるせいで一っ子一人いませんぜ。声こんなんだよ。へへへ、俺様の読み通りだ。さて、お宝を探しに行くぜ。おかしらパンイチだもんな。なんでお前ら行かなかったんだよ。こいつらあれなんですね、ターゲットカメラみたいなのができないんですよね。ほら、なるほどね、ハンダタがやる前にってことか。わかねえ、わかねえ、わかねえ。わ、あ、コブいないよ。捨て台詞から察するに、奴らはまだ盗みを諦めていないよ。ちょ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 。きっと再び現れるはず。ちょ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 。次こそは必ず捕らえましょう。開くのか。どこに隠れてんの。ここじゃないの。普通に考えてない。ここにいそうな気がするんだけど。宝箱ある。僕もじゃあお宝ちょっと奪っていいですか。そうですね、同じことですよね、やってることは。妖精の火だね。ルーラーが使えないもんね。あ、使えるわ。え、行ける場所がない。マジっすか。あの一番端っこだったらない。報告、ヌスットが再び姿を現しました。よし、またどっからともなく古文が湧いてますな。見つけたわよ。さあ覚悟しなさい。また来やがったか。おいてめえら、相手は任せたぜ。閉めんな。お前ら死んだやろさっき。ほらほらほら、にゃお。あ、そっちは片付けてくれた。逃げとくしかねえようだな。さらばだ。あ、身を隠したって出てるんだ。扉開く必要ないと思うよこれ。奴らはまた現れます。次こそとっちめてやりましょう。あの光ったところにきっといるんですよね。閉めたね。閉めてよ、閉めてよ。そこまでです。これ以上の悪さは許しませんよ。そういう罠、罠だったな。また来やがったか。ほら、放っとけ。わかりやした。今度こそ追っ払ってやりますわ。追っ払ってやりますよ。お前らさっき倒したやん。マジかよ、魔物も侵入してくるのか。こっちだよね。お前らか。よう、ほらよ。なんだなんだなんだ。お前かよ。ソルジャー君だっけ。またまた方向。またまたまた。いっぱい来ましたね。ほらよ。また逃げんのかよ。扉開かないの。うわ、危ねえ危ねえ。いや、この奥じゃない。普通に考えたらこの奥じゃない。
この奥じゃない、じゃあ、あの奥かな。そっち？させるもんですか。行くわよ。あいつらを止めなくちゃ。とうとう追い詰めた。またいるし。ついに戦える、とっておきの仲間、トロルボンバー、仲間だったんだ。しかも空から降ってくるんだ。あの空どこで待機してたんだよ。なんかスクルト的なことしただろ今お前ら。いいですね。1、2、3、4、ドスコイ、よいしょよいしょよいしょ。あれ、古文は、古文はいいわよ。お前戦わねえのかよ。かわいい、チラッチラッってこう見てくる。はいにするしかないのか。近いしな、めちゃくちゃ。じゃあのバイバイ。トラルボンバー生きてたんだ。あいつら生きてたんだ。結局アリーナリーダーで終わっちゃったしね。まあこれで一見落着なんですかね。もうちょっとひとひねり難易度欲しかったな。まあでもキングヒドラ倒した後のね難易度らしいんで、公式的にはまあ仕方ないかなとは思いますが。で、あ、そうか、まだ武術大会が残ってるんだ。ご協力お願いします。あ、ごめんなさい。依頼主アリーナ、マジか。自分で行ってこいよ。リボンのついたプレゼント、な、どういうこと。お気をつけて。ずいぶんと押しの強い泥棒でしたね。ガラスの靴、え、アイテムなの。姫様、なんと六角の王子様。武術大会にガラスの靴って相当やりにくそうですね。で、また今度こそ来ましたね、武術大会。了解です。ラバトール大武術大会。装備なの？ガラスの靴、手に入れたってだけ。おお、あった。開始で世界一のハンアップ、いいね。次なんかアリーナ使わないといけなそうなんでね、つけておきますよ。間違えた。これでいけばいいのかな。
リーナと共にだからな。別にアリーナがいればいいんだね。まあ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 、まあ